皆さんおはようございます。国日記のクリです。ということで今回も Vlog 撮っていきたいと思います。僕は明日試合で、今日は一日完全休養という感じですので、編集も内容もダラダラいきたいと思います。今回はいつもの動画と違って、僕が副音声でずっと喋ってるので、ラジオ感覚でね、何かしながらでもいいですし、動画見ずにね、楽しめる動画にしようと思ってるので、ぜひね、ゆったりした動画最後まで見る、聞いてください。基本的に試合前日の朝は結構早めに起きるようにしてます。っていうのもやっぱね、早く起きて日中活動して、夜、今日の夜は早く寝て明日の試合に備えるっていう形になっております。とりあえず朝はですね、プロテインが大事ということで、朝からしっかりタンパク質補給していきたいと思います。だいたい朝起きたらね、プロテイン絶対飲むようにするんですけど、このシェイクタイムでね、頑張って目が覚めるように努力してます。はい、朝ごはんですね。昨日買ったおにぎり2個とプロテインです。基本的に僕朝ごはんあんま入んないんですけど、無理くり詰め込むっていう感じですね。いつもの YouTube は、あとテンポと爽快感意識して編集したり、内容進めていったりしてるんですけど、今日はね、僕試合前日のオフはすっごいダラダラして過ごすので、内容も編集もダラダラ、ダラダラが伝わるようにダラダラいきたいと思います。今日練習もしないんですけど、僕がどういう意図でこういうダラダラした一日を過ごしてるかとか、この副音声で解説できたらなと思います。はい、朝ごはんとね、準備も終わったんで、そろそろ今日も一日スタートしていきたいと思います。とりあえず今日の一日が、今からね、大学にちょっと忘れ物したんで、部室に行って忘れ物取りに行って、暇つぶして整体行って、また休憩して温泉行って疲労抜いてご飯食べて寝るというね、もう本当にガチオフ、体をね休めるためのガチのオフなんで、ゆらーっと撮っていきたいと思います。とりあえず大学行きまーす。はい、そんな感じでね、一日がスタートしてます。とりあえずね、忘れ物をしたんで部室に忘れ物を取りに行きます。基本的に僕は、前日の完全休養は、家でダラダラ過ごすというよりかは、割と外出たり散歩したり、なんかその精神的にリラックスしてる状態を作ろうと心がけてます。一応家でゴロゴロするのもいいんですけど、なんかこう僕体がだるくなったり頭が痛くなったりするんで、そういうオフも試してみたんですけど、あんまし自分には合わなかったので、前日は練習せずに、アクティブというかね、多少なりとは体を動かして、精神的にもね、リラックスできる状態を作るようにしてます。とりあえず部室やらせてくよ。はい、ちょっと友人ね、クリちょっと動画撮ってくれんって言われたんで、撮ってる最中です。彼はね、今度木並記念に出場するので、皆さん十種競技要チェックやで。はい、散歩とね、練習のお手伝い終了したんで、今から大学で軽く昼ご飯と軽食か、軽食とって接骨院までちょっと休憩します。はい、お昼ご飯食べていきたいと思います。試合の前日はできるだけ、炭水化物ご飯を取るように心がけてます。ただね、学食空いてると思ったんですけど、空いてなかったんでね、コンビニ弁当になっちゃったんですけど、美味しかったからいっか。はい、次は行きつけのね、接骨院で体ほぐしていきたいと思います。試合前にね、このエアーってやってるとね、個人的にはめっちゃ足軽くなるんですよ。バカ足軽くなるんで、おすすめしますおすすめします。夕方温泉行くんで、その交通手段として車が必要だったんで、レンタカーしてきました。で、これ僕今喋ってるんですけど、車の音かながうるさくて、あんまし声が聞こえなかったんで、記憶をたどって、僕が副音声で何喋ったか思い出しながらここで喋っていきたいと思います。とりあえず温泉の時間はまだなんですけど、一人でドライブ、試合前にドライブってちょっと結構リラックスできるんじゃねえと思って、一人でね、何時間、1時間半ぐらいかな、ドライブしてます、てかしてました。で、話した内容が試合前日の僕の変わったルーティーンについてなんですけど、皆さん多分試合当日とか試合前日にね、ルーティーンあると思うんですけど、どんな感じですか？僕のね、ルーティーン1個挙げると、試合の
2日前は全然寝ないっていうルーティンがあるんですよ。どういうことかっていうと、まあ、僕がやってる 400m ハードルっていう種目、めっちゃ緊張するんですよ。っていうのは、まあ、勝ち負けもそうなんですけど、やっぱ走ること自体が結構怖くて前日に緊張して、でその前日寝れないっていうことが結構あって、まあ、個人的に寝れないっていうのはね、試合当日においてすごい良くないことだと思うので、まあ、高校2年生ぐらいから試合の2日前をあんま寝ないようにして、試合当日は爆睡できるようにっていう、そういうね変わったルーティンを持ってます。まあ、一応ねいろんな人に相談して、まあいいっていう人もいれば、まあ悪いっていう人もいたんですけど、まあ個人的には試合前日に、まあ、ぐっすり寝れたっていうことがすごい自信にもつながるし、本当に体もね、筋肉とか緩むというか、まあ疲労回復できるので、まあ、僕は絶対に当日はよく寝たで起きたいんで、2日前はあんま寝ないようにして、前日むっちゃ寝る。例えば2日前は、まあ、5時ぐらい寝て9時ぐらいに起きるんですよ。で大体4時間ぐらいで、で日中はずっと眠いの我慢するぐらいじゃないけど、まあ、日中はね、まあ、眠と思いながら1日ギリギリ活動して、まあ、夜もう8時から次の日の6時、10時間ぐらい寝るっていうのがね、まあ、僕の試合前日ルーティン、2日前ルーティンになってます。まあ、高校の時やって1回失敗したのが、3時間しか寝ずに高校行って、まあ授業中やしそんな寝んやろうと思ったら、あまりにも3時間ちょっと短すぎたみたいで、昼寝をしてしまって授業中に、で試合前日全く寝れないというね、失敗をしているので、2日前短すぎれば短すぎるほどいいっていうよりかは、まあ5時間ぐらい寝たらちょうど日中そこまで睡眠に支障がないぐらい活動できるぐらいのあれなんで、まあ、5時間ぐらいですね。5時間がちょうどいい。うわー、ちょっと眠いけど起きれるぐらい。5時間だったんで、まあ、5時間ぐらい寝るっていうのが僕の試合2日前ルーティンですね。あと何話しとったっけな。この動画についてか、この動画なんですけど、まあ、今日ね、いつもと違って、まあ、ダラ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 、まあ、動画進んでるんですけど、ちなみにどうすか。まあ、多分画面見ずに音声だけで聞いてる人もいると思うんですけど、まあ、僕的にはこういう動画もたまにはありかなって、まあ、正直思ってます。まあ、やっぱいつもの僕の動画って動画見ながら、やっぱ、まあ、動画見ながらじゃないと楽しむ、まあ、見ないといけないので、まあ、しんどいわけじゃないんですけど、まあ、それも面白いとは思うんですけど、まあ、たまにはこうやって聞くだけとか、まあ見てもいいんですけど、まあ聞くだけぐらいの動画もね、ありかなと思います。っていうのも僕がそういう動画好きなんですよ。洗濯物畳みながら音楽っていうよりか、僕こういうラジオみたいな、YouTuber のサブチャンネルみたいなのを流しながら家事とかするんで、まあ、個人的にはこういう動画僕が好きなんで、まあ俺も撮ってみようかなと思って。でも撮るとしたら、やっぱ練習の日って、やっぱこう、スケジュール的にも、ダラダラするときあんまないですし、まあ、こういう副音声入れるタイミングもね、あんまないんで、やっぱ前日オフかなと思って。で前日オフやったら、こうやって喋る時間も多いし、副音声でも入れ放題やし、っていうので、まあ、こういう動画見ずに聞くだけでもいけるっていう動画撮れるなぁと思って、まあ、もしね、まあ、なんやろ、批判なんてでも別にないと思うけど、まああんま好きじゃないっていう人が多くても、まあ、この動画はね、再生回数100いかんでもいいんで、僕はねやろうかなと思ってます。シンプルにその100いかんでも、そのこれ多分好きっていう思う人もいると思うんですよ、少なからず。だからね、まあその人に、コアなファンに向けて、このね、なんかラジオ的な聞くだけでいいっていう僕のね、サブチャンネルね、いつかね、僕がチャンネル登録者数1万人ぐらいいったらね、サブチャンネル作ろうかなと心の中で思ってたりしてるので、まあサブチャンネルできたら、サブチャンネルはこんな感じですね。正直ゆったり進んでいく。でもまあ今ね、サブチャンネル作れるほどね、僕のチャンネル規模大きくないんで、まあ本チャンネルで、まあ、いつもの動画と、まあ、こう言ったり言ったりした動画はね、たまに
載せようかなって思ってるっていう話です。あとは明日の目標やな。明日記録会、まあ、京都陸橋記録会っていうのに僕 400m ハードルで出場するんですけど、まあ、一応天候が雨 で僕のレーンも1レーンということで、まあ正直ねちょっと走りにくい、まあ、環境ではあるんですけど、まあ、目標は52秒台で1着、まあそれを目標に一応してます。まあ1レーンねちょっと練習で飛んでみたんですけど、ハードル結構むずくて、めっちゃハードル振られる、ハードル飛ぶとき振られるんですよ、カーブに。1レーンで急なんでカーブが、あとシンプルに雨が好きじゃないっていうまあでもね、大きい大会で1レーンで雨やったらね適応していかないといけないんで、まあ、難しいんですけど、まあね52秒台出たら正直今はまあいいかな。あと組で1着、まあそれをちょっとマストかなっていう感じですね。だからとりあえず目標は52秒台で1着、明日の記録会はねそれを目標にしていこうと思います。はい、ここはね僕が行きつけの温泉です。ここでね、まあ今日はちょっとサウナあんま入んないんですけど、サウナ入ったらバチ決まる、ここマジでいい。まあ、とりあえず今日はね交代浴、あの水風呂温泉交代浴して疲労抜いていきたいと思います。ということでですね、お家に着きました。まあ、温泉入って車返して、まあもうねあと寝るだけなんですけど、ちょっと明日の朝ね早いんで、もう今のうちに準備して明日すぐ出れるようにしていきたいと思います。もうね今まだ9時40分ぐらいなんですけど、もう今日は寝れる、今すぐ寝れる。ということで今から準備しよう。できたー。靴のね、見栄え悪いんですけども、明日の準備終了しました。とりあえず明日雨なんでね、ちょっと上着とか、多めに、まあ、あとこれにプラスしてカッパとか入れるんですけど、まあまあ今日の荷物はこんぐらいということで、荷造り完。はい、明日の準備も終了して歯磨きも終わったので、もう出ていきたいと思います。たまにはこういうぐうたら動画もありかなーって感じですね。はい、今10時前、寝れる、幸せ。明日試合頑張ります。おやすみ。